質量と力、その存在の謎を解く。こんにちは、皆さん。本日の動画では、質量と力、存在の謎を解く、物理学というテーマに焦点を当て、宇宙の基本問題に光を当てていきます。物理学は、どのようにして物質が存在し、どのようにして、その性質が決まるのか、その深い謎に迫る学問です。原子から素粒子、そしてエネルギーまで、私たちの宇宙を形作る基本的な要素を解析し、これらの相互作用が、どのようにして、物質の質量や力を生み出しているのかを探ります。特に、ヒッグス粒子の発見が、どのように物質の質量概念を再定義したか、そして、量子物理学が、現代科学に、どのような影響を与えているのかを見ていきましょう。質量と存在。物理学が解き明かす宇宙の基本問題。原子論が確立されて以来、物質は原子で構成されているという理解が一般的になりました。原子はその中心にある原子核とその周りを回る電子から成り立っています。原子核はさらに陽子と中性子という粒子に分解され、これらの粒子はさらにクォークというさらに小さな素粒子によって構成されています。物理学における一つの大きな疑問は、陽子や中性子の質量が、それを構成するクォークの質量の和よりも、はるかに大きい理由です。クォーク自体の質量は、陽子や中性子の質量のごく一部に過ぎません。陽子の質量が、約938メガ、電子ボルト毎 C の2乗、中性子の質量が、940メガ、電子ボルト毎 C の2乗に対し、クォークの質量は、アップクォークの質量が、約 2.3 メガ、電子ボルト毎 C の2乗、ダウンクォークの質量が、約 4.8 メガ、電子ボルト毎 C の2乗です。この値は、核子の質量の 2% に過ぎません。では、残りの質量はどこから来ているのでしょうか。存在とは何かという問いは、古来より哲学だけでなく、自然科学の根本的な問題としても捉えられてきました。哲学と科学は、もともと一体であり、物質の本質や、その存在理由についての探求は、双方にとって、共通の関心事でした。このテーマに対するアプローチは、科学の進展とともに変遷し、特に物理学においては、原子から素粒子へと物質を構成する基本要素に関する理解が深まっています。ゴットフリート・ライプニッツのような哲学者兼科学者は、なぜ何もないところから何かが存在するのか、という哲学的な疑問を提起しました。この問いに対する物理学的な回答の一つが、素粒子物理学とその理論的枠組みである標準模型によって提供されています。素粒子物理学は物質の最小単位とその間の相互作用を探求することで物質がどのようにして存在し、またどのように振る舞うかを解明しようとしています。標準模型はヒッグス粒子の発見によって一定の完成を見ましたが、それにより物質の質量がどのように生じるかが説明されることとなりました。このモデルは素粒子がどのように相互作用し、質量を獲得するかを明らかにし、物質の存在を支える基本的な力と粒子の性質を定義しています。また、物質の定量的な理解も重要です。例えば、始皇帝が中国全土の度量衡を統一したのは、物質の量を正確に測定し管理することが、帝国を統治する上で不可欠だったためです。始皇帝の時代においては、中国が多くの小国からなる分裂状態から、統一国家へと移行する過程にあり、異なる地域間での経済的、および管理的な一致が、極めて重要でした。度量衡の統一は、帝国全体の効率的な管理と、強力な中央集権体制の確立に寄与し、国家の統合を強化する手段として、非常に効果的でした。このように、古代から現代に至るまで、物質の量を測定することは、科学だけでなく、社会運営においても、基本的な要素とされています。物理学における質量という概念は、ニュートンがプリンキピアで定義したことから始まります。ニュートンによれば、質量とは物体が外力に抗して、その状態を維持しようとする量です。この質量の概念は、運動と力の関係を理解する上で、中心的な役割を果たします。
質量の大きな物体はその運動を変化させるのにより大きな力が必要となり、逆に動いている物体を停止させるにはより大きな力が必要です。地球上と月面での重さの違いなど、質量と重さが異なる現象も物理学では重要な研究テーマです。質量は物体固有の量であり、重力の影響を受ける重さとは区別されますが、実際には重力によって引かれる力と質量は比例関係にあります。この事実はガリレオの実験やニュートンの振り子を用いた実験によっても示されており、質量と重さの関係は物理法則によって一貫して説明されています。以上のように存在とは何かという問題に対する科学的アプローチは、物質を構成する最小単位の研究から、それらがどのようにして質量を獲得するかの解明に至るまで多岐にわたります。物理学の探求は哲学的な問いに対する具体的な答えを提供するとともに、私たちの宇宙における物質の本質とその振る舞いを深く理解する手段を与えてくれるのです。ラグワジエの法則から素粒子物理学へ。18世紀後半にアントワーヌ・ラボアジエによって行われた実験は、科学史における画期的な発見の一つです。ラボアジエは、化学反応前後で物質の質量が変わらないこと、つまり質量保存の法則を発見しました。この法則は、物質がどのように反応しても、その全体の質量は保存されるというものです。この発見は原子論を定量的に検証する道を開きました。当時、原子が物質の最小単位であるという考え方はまだ完全には受け入れられておらず、その実在すら疑問視されていました。ラグワジエの実験により、化学反応が原子の再配置であるという理解が深まりました。これは化学反応で原子自体が消滅したり新たに生成されるわけではなく、既存の原子が異なる方法で組み合わさることを意味します。この洞察は、物質を構成する原子の質量と数がその物質の全質量を決定するという見方を強化しました。具体的には、異なる種類の原子がそれぞれ固有の質量を持ち、物質の質量はこれら原子の質量と数によって決まるということです。19世紀に入ると、この原子論はさらに発展を遂げます。ドミトリ・メンデレーエフが周期表を作成し、原子の周期的な性質を示しました。メンデレーエフは未発見の元素の存在を予言し、その正確な予言は多くの新しい元素の発見につながりました。この時点で、科学者たちは60種類以上の異なる原子が存在することを知っていました。周期律表は、これらの原子が持つ性質が周期的に変化することを示しており、これにより原子それ自体にさらなる内部構造がある可能性が示唆されました。原子の内部構造についての理解は、20世紀に入ってから飛躍的に進展しました。原子がさらに小さな粒子、すなわち電子、陽子、そして中性子から成り立っていることが明らかになりました。そしてこれらの陽子と中性子がさらにクォークというさらに小さな粒子から構成されていることも判明しました。これらの発見は、物質の基本単位に関する我々の理解を根底から変えるものであり、原子論は科学的探求における基本的な枠組みとしてさらに確立されました。ラグワジエの質量保存の法則から、メンデレーエフの周期律表、そして素粒子物理学に至るまでの流れは、科学において理論と実験がどのように連携して理解を深めていくかの素晴らしい例です。これらの科学的進歩は、物質の本質についての我々の理解を豊かにし、新たな科学技術の発展につながっています。物質の階層、原子核から素粒子へ。原子の内部構造についての理解は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて大きく進展しました。それまで原子は物質の最小単位とされていましたが、さらに詳細な研究により、原子がさらに小さな構成要素から成り立っていることが明らかになっていきました。原子の内部構造に関する最初の重要な発見は、原子核が存在することでした。
原子核はプラスの電荷を持ち、その周りをマイナスの電荷を持つ電子が回っています。この電子と原子核は電気的な力によって結びついています。しかし、原子核の質量は電子に比べて非常に大きく、原子の質量の大部分を占めています。具体的には、原子核のサイズが電子の約2000倍から20万倍にも及ぶことが分かっています。原子核が人工的に破壊できることから、原子核も単純な構造を持つ、その粒子ではないことが明らかになりました。原子核は、陽子と中性子という粒子から成り立っていることが判明し、これらの質量が原子の質量の大部分を占めています。この発見によって、原子の質量が主に陽子と中性子の質量によって決まることが理解されました。さらに、技術の進歩により、粒子加速器を用いた実験が可能となり、陽子や中性子と性質が似ているが、質量の異なる新たな粒子が次々と発見されました。これらの粒子は非常に不安定ですぐに崩壊してしまいますが、その存在は無視できないものでした。これにより、バリオン、陽子や中性子などや中間子、湯川秀樹によって予言されたパイ中間子などと呼ばれる粒子群が明らかになりました。これらの粒子はハドロンと総称されるようになり、それぞれがさらに複雑な内部構造を持っていることが示唆されました。ハドロンの発見は物質の基本単位についての理解を一新しました。多くの新しい粒子が見つかることで、それぞれがどのように相互作用し、どのような力が働いているのかを理解する必要がありました。これらの粒子の発見と研究は、素粒子物理学の重要な進歩をもたらし、物質の最も基本的な構成要素と、その相互作用の理解を深めることに貢献しました。このように原子から始まった物質の構造に関する探求は、加速器技術の発展とともに大きく進展し、私たちの周りに存在する物質の本質に迫る手がかりを次々と提供しています。これらの発見は物理学だけでなく、化学や材料化学など多くの科学分野に影響を与え、新たな技術や材料の開発へとつながっています。質量とエネルギーの融合。マレー・ゲルマンによって提唱された理論は、ハドロンがより基本的な粒子であるクォークから構成されているという革新的な考え方をもたらしました。この理論は、ハドロンの内部構造を解明し、物理学における質量の理解を深める重要なステップとなりました。ゲルマンは、バリオン、陽子や中性子などが3つのクォークから中間子、パイ中間子などが2つのクォークから構成されていると考えました。彼はこれらの基本粒子をクォークと名付け、その存在は後に多くの実験によって確認されました。クォークの発見により、ハドロンが単純な一つの粒子ではなく、さらに小さな粒子から成り立っていることが示されました。クォーク理論により、陽子や中性子の質量のほとんどが、クォークの質量からではなく、クォーク間の強い力に関連するエネルギーから生じていることが明らかになりました。アインシュタインの有名な方程式、E=mc2 によれば、質量とエネルギーは互換可能で、エネルギーが質量に変換されることがあります。この理論は、原子核の膨大なエネルギーが、その質量に直接関連していることを示しています。アインシュタインの理論はまた、質量保存の法則に新たな次元を加えました。ラグワジエの法則が示す、伝統的な質量保存の概念は、質量がエネルギーに変換可能であることを考慮に入れて、拡張される必要がありました。物理現象においては、質量だけでなく、エネルギーも含めた全体の量が保存されます。この見解は、原子爆弾や原子力発電のような現象を理解する鍵となります。例えば、原子爆弾の威力は、非常に小さな質量が転換したエネルギーによって説明されます。これらの理論は、加速器を用いた実験によって、さらに裏付けられています。加速器では、高速で粒子を衝突させることで、通常では観測できない短命の粒子を生成し、それによって、新たな物理的現象を探ることが可能です。多くの異なる質量を持つ粒子が発見され、
それぞれが物質の基本単位ではなく、より基本的な構造の一部であることが示されました。これらの知見は、私たちが周囲の物質世界をどのように理解し、説明するかに深い影響を与えています。物質の基本的な構成要素と、それらがどのように相互作用するかの理解は、物理学のみならず、化学や材料化学など、他の化学分野にも重要な意味を持ちます。このように、クォーク理論とエネルギーと質量の透過性は、現代化学における中心的な概念となっています。エネルギーが質量を作る。原子の質量は、ほとんどが原子核に由来しています。原子核は陽子と中性子で構成され、これらの粒子はクォークから成り立っています。しかし、陽子や中性子を構成するクォーク、バレンスクォークの質量は全体のわずか約 1% から 2% 程度に過ぎません。残りの約 98% から 99% はクォーク間に働く強い力、すなわち強い相互作用によって生じるエネルギーから説明されます。強い力はクォーク同士を非常に強力に結びつけ、これが質量の大部分を形成します。この力により、陽子や中性子内部でクォークが非常に密接に結合されており、その結果として莫大なエネルギーが生じています。このエネルギーは質量として現れ、アインシュタインの方程式により、わずかな質量からも大量のエネルギーが生成されることが説明されます。この理論は原子爆弾や原子力発電など現代の多くの技術に直接的な影響を与えています。物理学者たちは強い力の理論を用いてハドロン、バリオンや中間子などの質量を計算し、実験で得られた質量との間に見事な一致を見出しました。これにより物質の質量が主に強い力から生じていることが確認され、原子の質量もこの閉じ込めエネルギーから主に由来していると理解されるようになりました。このように物質の質量の理解は単に原子や原子核の構成粒子を見る以上のものです。それは粒子間に働く力の理解と、それがどのように全体の質量に影響を与えるかを理解することを含みます。強い力がクォーク間でどのように働き、その結果としてどれほどのエネルギーが質量として現れるかを知ることは、素粒子物理学における最も興味深い部分の一つです。質量の真の起源を求めて。ヒッグス粒子の発見は、素粒子の質量がどのようにして生じるかについて重要な理解をもたらしましたが、実際には素粒子の質量は物質全体の質量のごく一部に過ぎません。物質を構成する陽子や中性子の質量の大部分はクォーク間に働く強い力から生じるエネルギーによるもので、ヒッグス機構はその質量の一部を説明するにとどまります。標準模型ではクォークや電子などの素粒子の質量がヒッグス粒子によって与えられます。これは素粒子がヒッグス場と相互作用することにより質量を獲得するというものです。しかし電磁気の力を伝える光子のように質量がゼロの粒子も存在します。これは光子がヒッグス場と相互作用しないためです。陽子や中性子の質量のほとんどはクォーク間で働く強い力から生じるエネルギーによっています。陽子や中性子はそれぞれ3つのクォークから構成されていますが、中性子は陽子よりもわずかに重いです。これにより原子の安定性が保たれています。もし中性子の質量が陽子と電子の質量の和よりも小さければ、陽子は容易に中性子に変わり、物質の安定性が損なわれる可能性があります。しかし実際には中性子の質量がこれらよりも大きいため、このような変化はエネルギー的に不利であり自然には起こりにくいです。ヒッグス粒子は全ての物質の質量の起源と報道されることがありますが、これは誤解を招く表現です。ヒッグス機構は素粒子の質量の起源を説明しますが、我々が日常感じる物質の質量はその大部分が強い力によるエネルギーから来ています。物質の質量に対するヒッグス粒子の寄与は限定的であるため、物理学ではこれらの違いを正確に理解することが重要です。
ヒッグス粒子の発見は素粒子物理学における重要な進歩ですが、物質の質量全体を説明するものではありません。物質の質量のほとんどは強い力によってクォーク間に生じるエネルギーから来ており、ヒッグス機構はその一部を説明するにとどまります。この理解は物質の基本的な性質とその起源を学ぶ上で欠かせない知識です。素粒子と力。物理学は自然界の現象を理解しようとする科学であり、その中でも物質と力の関係に焦点を当てています。物質は素粒子で構成されており、これらの素粒子間に働く力を理解することが物理学の一つの大きな目的です。ニュートンの力学では力は運動の状態を変えるものとされています。つまり力が働かない場合、物体はその運動を継続し、動いている物体は同じ速度と方向で移動し続けます。しかし力が働くと物体の運動状態は変化します。この文脈で考えると質量の概念が非常に重要になります。質量は運動の変化のしにくさを示すもので、同じ力が加わった時、質量が小さい物体は大きく動きやすく、質量が大きい物体はその変化が小さくなります。また質量が大きい物体は一度動き始めるとその運動を停止させるのが難しくなります。これは質量の効果であり、摩擦や抵抗とは異なる点です。摩擦は動いている物体を止める効果がありますが、質量の効果は運動を維持することにあります。物理学の進展によって運動の状態の変化だけではなく、粒子の種類を変える力も発見されました。これは特に強い力と弱い力の領域で顕著で、例えばベータ崩壊は弱い力によって中性子が陽子に変化する現象です。これは単なる運動の変化ではなく、粒子の種類そのものが変わるということを意味しています。このような変化をもたらす力を物理学では運動の状態の変更と同じく力として捉えています。一般に私たちは力を運動の変化と結びつけがちですが、物理学の世界では粒子の性質を変える働きも力として認識されています。このような広がりを持つ力の概念は日常生活ではなかなか直感的に理解しにくいかもしれません。例えば私たちが物理的に力を加えても、触れた物体の化学的な種類を変えることはできません。しかし物理学ではそれが可能な現象を扱っており、それが科学の面白さであり深さです。また芸術の力のように日常用語で用いられる力という言葉は、より抽象的な変化や影響を表す場合があります。これもまた物理学がその用語をどれだけ広い意味で用いているかを示す良い例です。物理学では運動の状態だけでなく、根本的な粒子の特性を変えることも力として考えており、これによって自然現象のより深い理解が可能となっています。日常用語での力とは異なり、これらは物質の根本的な性質や宇宙の基本的な構造を理解するのに役立ちます。力と場の物理学。力は私たちの日常生活の多くの場面で無意識のうちに体験されています。例えばボールを投げたり、リヤカーを引っ張るときに私たちは物体に直接力を加えています。この直接的な力の影響は物体が動くことによって明らかにされます。しかし重力や電磁気力のような遠隔力は、物体が直接触れ合わなくても力が働くという不思議な性質を持っています。遠隔力の理解を深めるためには場という概念が非常に重要です。場とは空間の各点に特定の物理的性質が割り当てられている状態を指します。電磁気学の創始者であるジェームズ・クラーク・マクスウェルは、電磁場の理論を通じて電気や磁気がどのように空間を通じて伝わるかを説明しました。電磁場は電荷や磁石の存在によってその性質が変化し、それが電磁気力として他の物体に影響を与える原理です。実験を通じてこの概念を視覚化する方法として磁石と砂鉄を用いるものがあります。
磁石の周りに砂鉄を巻くと、砂鉄は磁石の磁場に従って特定のパターンを描きます。これは磁場が空間の特定の点においてどのように力を及ぼしているかを示すもので、磁場の存在とその方向、強度が可視化されます。さらに電磁場は光を含む全ての電磁波を伝える媒体としても機能します。例えば電気スタンドを点灯させると、その光は電磁波として周囲に放出されます。この光は電磁場の変動によって生じ、それが周囲の空間に広がっていきます。電磁場の波が広がる速度は高速です。磁石や照明器具を操作することで電磁場が生成されるわけではなく、それらはすでに存在する電磁場の状態を変化させるに過ぎません。宇宙の始まりから現在に至るまで、電磁場は私たちの周りに常に存在していますが、通常は活動していない状態、つまりゼロの状態をとっています。何らかの電荷が存在することで、これらの場の状態が変化し、可視化されたり感じられたりするようになります。この電磁場の概念は気圧の場の概念にも似ています。気象図で見る等圧線は地球上の異なる場所における気圧の値を示しており、それによって天候の状態が理解されます。このように場の理論は物理学だけでなく、気象学など他の科学分野にも応用されています。重力もまた重力場を介してその効果を伝えます。物質が存在することで、その周囲の重力場が変化し、その変化が他の物体に力として作用します。太陽の重力場は太陽から離れるにつれて弱まりますが、この原理により地球は太陽の周りを回っています。これらの理論は見えない力がどのようにして物質間で働くかを理解するための鍵となります。物理学ではこれらの力を詳しく研究し、自然現象をより深く理解することを目指しています。力と物質の源泉、場と粒子の相互作用。現代物理学では場の概念が非常に重要な役割を担っています。例えば素粒子の標準模型においては、電磁気力を背後から支える電磁場だけでなく、クォークや電子などの素粒子に対してもクォーク場や電子場というそれぞれの場が存在すると考えられています。またヒッグス粒子について説明する際には、これを生じさせるヒッグス場という概念が不可欠です。ヒッグス場は宇宙のすべての基礎を提供する場とされており、その変動がヒッグス粒子として観測されるのです。このように場は素粒子の性質や相互作用を理解する上で中心的な概念となりますが、多くのメディアではその説明が省略されがちです。この動画ではこの重要な概念を詳細に解説しています。場の基本的な理解から始めると、場とは空間の各点に物理的な属性が割り当てられている状態を指します。ジェームズ・クラーク・マクスウェルの電磁気学は、電磁場から発生する電磁波、光を含むを説明することに成功しました。これは場から波が生じるという理解に基づいています。もしヒッグス場も同様に波を生じると考えるならば、ヒッグス波が存在する可能性が考えられます。しかし20世紀初頭の科学の進展により、電磁波、光に粒子としての性質もあることが明らかになりました。これは光が波としてだけでなく、光子と呼ばれる粒子の形でも存在するということを意味します。この発見は光が波か粒かという古典的な問題に新たな光を投げかけました。波は何かが連続的に変化する現象として理解されるのに対し、粒子は個別に数えられるものとして理解されます。光の場合、その強さが連続的に変わるか、それとも一粒ずつの光子として数えられるのかが長年の問題でした。例えばガンマ線検出器がカツと音を立てるのは、ガンマ線の粒、光子が一つずつ検出器に入るたびに起こる現象です。これは電磁波が粒の性質を持つ証拠となります。光の放出を理解する旅は17世紀のアイザック・ニュートンとクリスティアン・ホイヘンスの時代に遡ります。ニュートンは光が粒子であると主張し、ホイヘンスは光が波であると主張しました。これらの異なる視点は光の性質についての深
界探求の始まりでした。19世紀には光が電磁波であることを示すマクスウェルの理論が登場し、電波と磁場が波として伝播することが説明されました。この理論は光が波であるという認識を強化しましたが、完全な理解には至りませんでした。20世紀初頭、マックス・プランクは熱せられた物体から放出される光、黒体放射の研究を通じて、光のエネルギーが連続的ではなく離散的に変化することを発見しました。これが量子論の始まりであり、プランクはこの業績で1918年にノーベル賞を受賞しました。彼の理論はエネルギーが最小単位量子を持ち、これによりエネルギーの変化が離散的になることを示しました。これは光に粒子としての性質があるという新たな理解へとつながりました。さらに1905年にアルベルト・アインシュタインがプランクの量子論をもとにして光電効果を解明しました。金属に光を当てると電子が飛び出るこの現象は、光が波長に応じたエネルギーを持つ粒子、光子であることを示唆しています。アインシュタインのこの発見は、光が波としてだけでなく粒子としても振る舞うことを示す決定的な証拠であり、彼はこの業績で1921年にノーベル賞を受賞しました。この波粒二重性は光の理解に革命をもたらしました。波としての光はその波長に応じて色が異なり、波長が短いほどエネルギーが高くなります。一方で光子としての光はそのエネルギーが離散的な単位で存在します。このため光の強さは光子の数によって決まり、連続的に調整することはできません。例えば光子の数が多い場合、光は波としての性質を示しますが、光子の数が少ない場合、その離散的な性質がより顕著になります。特に強いガンマ線などでは光子一つ一つのエネルギーが非常に高く、これがガンマ線検出器でカツとカウントされる現象を引き起こします。これらの理解を通じて電磁波としての光が電磁場の変化によって生じる光子という粒子によって構成されているという現代の理解が確立されました。量子論は我々が物理現象を理解する上で欠かせない基盤を提供し、連続的だと思われていた現象にも最小の単位が存在するという新たな視点をもたらしました。このように量子論は物理学における根本的な概念として、今日でもその重要性が高く評価されています。素粒子物理学では物質と力の性質を理解するために、フェルミオンとボソンという2つの基本的な粒子群が中心的な役割を担います。フェルミオンは物質の構成要素であり、ボソンは力を伝える媒介として機能します。この区分は現代物理学の根幹をなす概念であり、宇宙の最も基本的な力と物質の相互作用を理解する鍵です。電子はフェルミオンの一例であり、その存在によって周囲の電磁場が変化します。この変化した電磁場が他の粒子に力を及ぼすことで電磁気力として知られる現象が生じます。つまり電磁場を介して力が遠く離れた粒子にまで伝わるわけです。電磁場の変化を伝える最小単位は光子というボソンです。光子は電磁力を運ぶ役割を果たし、この力を物質間で行き来させることで相互作用が成立します。ボソンはただ電磁場に限らず、全ての基本的な力に関与する粒子です。標準模型においては強い力を伝えるグルーオンや弱い力を伝える W ボソンと Z ボソンが存在します。これらのボソンはそれぞれの力がどのように作用するかを決定づけています。例えばグルーオンはクォーク間の強い力を担当し、この力によって原子核内の陽子や中性子が結びついています。フェルミオンについて詳しく見ていくと、これらはパウリの排他原理に従います。この原理によると、一つの量子状態には一つのフェルミオンしか存在できません。これが原子の構造に直接的な影響を与えています。原子内の電子はエネルギーレベルに応じて特定の軌道に配置され、各軌道は電子を限定数だけ受け入れることができます。これにより化学元素の性質や周期律表の構造が決まります。
例えば最もエネルギーが低い軌道は2つの電子しか受け入れられず、次にエネルギーが高い軌道はより多くの電子を受け入れることができます。これが周期律表における元素の配置と直結しています。一方、ボソンはパウリの排他原理の制約を受けません。同じ状態に複数のボソンが存在することができるため、力の伝達や増幅が可能です。これが例えば光の強度が増減する現象に関与しています。光子の数が多ければ多いほど光は強くなります。このようにフェルミオンとボソンは宇宙の基本的な構造と力の伝達メカニズムを支える重要な役割を持っています。物理学の理論はこれらの粒子の性質と相互作用に基づいて構築され、宇宙の多くの謎を解明する鍵となっています。それぞれの粒子の特性を理解することで、私たちは物質の本質と宇宙の働きをより深く理解することができるのです。宇宙の質量を解明する第五の力。ヒッグス粒子は素粒子物理学の中で特別な存在です。この粒子はその他のボソンと同様に特定の場によって生み出されますが、ヒッグス場は他の場とは異なる重要な役割を持っています。ヒッグス場は素粒子に質量を与えるという独特の機能を有しており、これが宇宙の構造を理解する上での鍵となります。この場の存在は電子やクォークなどの素粒子が持つ質量の違いを説明する助けとなります。ヒッグス場がどのようにして素粒子に質量を与えるかというプロセスは場の理論の中でも特に興味深い部分です。ヒッグス場の強さが各素粒子に与える影響の度合いは異なり、これがなぜ電子がクォークよりもはるかに軽いかという理由の一端を提供します。これは電磁場が電荷の大小によって異なる力を素粒子に与えるのと似ている点です。電荷が大きいほど電磁場から受ける力が大きくなります。この類似性を理解することでヒッグス場の働きがより明確になります。ヒッグス粒子の発見は電磁気力、強い力、弱い力といった基地の3つの力と、未だ直接的には確認されていない重力子による重力を含む自然界に存在する基本的な力の理解に対して新たな次元を加えました。ヒッグス粒子はこれらの力とは全く異なる性質を持っており、質量を与えるという形で粒子の状態を変化させる能力を有しています。これは従来の力の枠組みには存在しない新たな形の力、第五の力とも言えるものであることを示唆しています。この発見は物理学における長年の謎の一つを解明するものであり、宇宙の基本的な構造とその働きについての我々の理解を深めるものです。ヒッグス粒子およびヒッグス場に関するさらなる研究は宇宙の最も根源的な性質を解き明かす鍵となり得るため、その進展が非常に期待されています。皆さん、今回の動画で物理学の奥深さと、それが私たちの宇宙理解にどれだけ貢献しているかを感じていただけたでしょうか。ヒッグス粒子の発見からクォーク理論による質量の説明まで、科学は常に我々の想像を超える発見を提供してくれます。これらの知識がどのように今後の技術や理論に影響を与えるか、その進展には目が離せません。今後もこのチャンネルでは科学の最前線についてもっと詳しく、もっと深く掘り下げていく内容をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録と通知の設定をお願いします。次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。